こんにちは。今私は物理的に関節を動かしているのですが、例えばこのポーズ、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 このポーズをそれぞれ画像として素早く切り替えると、こんな感じにアニメーションしているように見えますよね。これは同じ場所で画面が一瞬で切り替わっているのでそう見えますが、例えばこんな感じに順番に大量に並べて素早く横に動かしてみると、見えないことはないけど、それほど綺麗にアニメーションっぽくならないですよね。そこでこんな感じに適当にオブジェクトの前に壁を並べていきます。そしてもう一度壁も一緒に移動してやってみましょう。どうでしょうか。壁の隙間の大きさや配置など適当なのでちょっとずれてますが、さっきよりは何か動いて見えますよね。これは壁によってオブジェクトが見えたり見えなくなったりすることで起こる加減運動と呼ばれるものです。横に並べると通過したら終わってしまうので円形にします。これで高速回転させればずーっと遊べますね。これを絵でやって動いて見えるようにしたやつが回転の時へゾートロープですね。今回はこれを作ってみます。ちょっと多すぎかなと思ったので人数を減らしました。一人一人ポーズをつけていきますね。はい、こんな感じになりました。これにスリットをつけていきましょう。では行ってみます。なんか違うなー。そういえば回転のぞき絵はスリットとスリットの間に絵を持ってくるので同じようにしないとかな。ついでに私の向きも内側にしておきました。さあ気を取り直してもう一回見てみます。おお、これはいい感じに動いているのでは。ちょっと黒い部分が多くて見にくいですが、よしとしましょう。黒い壁をなくすとこんな感じです。アニメーションしてるように見せるには見えない部分が重要ということがよくわかりますね。ふう、面白かった。以上。